乗り換え駅か。これ、大衆橋、今井駅に来たんで、まあ、ここから乗り換えなんですけど、素直に乗り換えるんじゃなくてというよりはね、どうも、この端っこのところも特に食べるところがそうなんで、この上の方のが、まだなんかいろいろありそうなんで、一回ここで降りて、ちょっと朝飯を食おうと。言うて朝の4時から起きてますからね。腹減ってるんですよね。4時に起きて、そこから外に出たね、あるかどうかわからんかったんでね。あまり下手に朝飯も食えんしっていうので。まあ、結局、中川から先はずっとトイレのある車両であったんでね。問題なかったんですけどね、結果的には。そのあたりないです。この辺りも森口だったかな。で、今がこっち行く線で、こっちにエスカレーターとかなのか。あ、そこか。あ、そっちに。あ、枠もある。何かしらありそうですね。朝まっかな。寝起きの上で朝食っちゃうと、朝まっかの方なんか軽く済みますね。そうしよう。よいしょ。あ、で、この子が大衆橋なんだ。これは歩いては無理かな。さあ、食べてきましたけどね。行く方向はこっちの方ですね。で、そう。まあね、マックなんで安定の美味しいマックグリドルをいただいてきたわけでございますけど、山田さんもマックグリドル大好きなんですよ。で、ここまでですね、そう、あそこのね、テラスがあるんで、テラスから見晴らしが良くていいなと思ったら、あれがですね、伊丹空港が、近いんで、結構近くに飛行機が飛んでくるんですね。なんで、案外と、見晴らしもよく、なんか低いですしね、建物、全体的に建物は。で、あと、うちあれですね。今日買ったエコキップ、市バス扱いやんって言ってましたけど、大訂正ですね。ちゃんと使えるらしいです。なので、ここから、バスに乗っていくっていうても考えたんですけど、今ちょうど飯食っとったらバスが行ったんで、まあ、普通にここはおとなしく、市バスじゃなくて、何線やったっけ、地下鉄の何線やったっけ、今井線か。乗ってきます。今井線は、ちょっと先週乗りましたよね。今井駅からどこやったっけ。
京阪の乗り換えたとこやで。あ、これね、うまさとしてね。ちょうどあの先の橋が大志橋らしいですけど、あの橋の下を本当にくぐっていくみたいな感じみたいですね。よっしゃよっしゃ、ちなみにこれあれなんですね、一回入ることに毎回毎回この曲を入ってくるんですね。この辺りは結構違いますね、あっちと。名古屋のやつは入らないよね、名古屋の土日行く切符は。あ、結構深いんや。そうやな、あの橋ってことは川の下くぐってかなくねえで、それ深いわな。あ、こっちはだいぶ新しい感じやね。大志橋沼町、大道豊里、こっちか。ね、三鷹の駅ね。連絡的に来てるんですね。あ、関根市か、これね、言いとったのは。これ見にくいですね。市民の意外か。この田んぼの下が突き出るとカモですね。カモの下。突き出や田んぼやと市議なんですね。これだけはあれで覚えましたね。ガールフレンド格好勝手に出てくるキャラクターで、この字で地域のちゃんって子がいたんで、それで覚えてる。覚え方が残念だ。そう、久しぶりに誰も、ちょっと、検討してるんですけどね、今。なんだったっけ。ゲーム配信。そう、それこそ2010年とかに昔やってたんですけどね。あ、ここでもそうや、パンダクラフト好きなんだ。へぇー。めっちゃ低いところに走っとるけど、パンタグラフ、あの架線がすごいね。あと、あ、様子が少ないんだった。あれが先生だったの。そうだそうだ、うん、かなりこういうところが今だったから、まあ、いろんなところのショートカットを使う感じですからね。うん。なるほどな。板金と今里って両方とも母音がイアアオやから一瞬同じ。こんな、